どういうこと？え、その行った先の人たちがお土産くれんの？そうですね、結構よう来てくれたって言って、はい、あなたが持っていかないのね。ゆうまのパニックハウスチャンネル、タレタレ。さあ今回はですね、私ゆうまと、そしてプラスお二方、もうねサムネなんかでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますけれども、自己紹介お願いします。はい、ゲームマッサージやってます、ナオトです。よろしくお願いします。お願いします、ナオトさん。はい、ゲームマッサージをしております、北澤です。よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。今日はですね、お二人をお迎えしましてテーマを設けました。テーマはこちら、ゲームマッサージ師がついサービスしちゃうお客様とは。まあ日頃いろいろなお客さんお越しでしょ。まあ、ゲイマッサージの方、あのマッサージですから、対象はお客様ゲイの方が基本だと思うんですけれども、まあ、ついついこうやっぱり、あ、この人の場合は張り切ってやろうかなっていうお客様なんかいらっしゃいます？例えば、うんうんうん、ゲイマッサージ初めて、はい、来られるって買った結構多いんですよ。でそうするとやっぱりせっかく来てくれたんで、はい、あの、まあ、いい思いというかして書いてほしいじゃないですか、うん、なんでやっぱちょっと、まあ、頑張ろうかなっていうのはありますよね。ほう、うん、初めてのお客さん。そうですね。でそういう人って、まあ、ゲイなのか何のか分かんないっていう感覚で来られる方もいるんですよ。あ、自分が、そうそうそう、興味があるんだけどみたいな。あ、自分の性自認を確認する作業みたいなってこと。あ、そうそうそう、結構あの結婚されてる人とかも、まあ、結構いたりとか。あ、既婚者の方、はいはい、そうすると興味あるんだけど踏み込んだことがないっていうような方も結構来られると。そうだね、初めての方だけにちょっとこう、うん、あの丁寧に優しく接しようというサービス精神が生まれるってこと。はいはいはい、はあ、そうだ。それはお客様も言ってくれはるんだ、既婚者でって。そうですね、結構初めに、うん、あのお申し込みいただくときに、うんうん、実は初めてなんです、緊張してるんですが、よろしくお願いしますみたいな書いてこられたりとか。はい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 、はいはい、なんで、まあ、そういう方、まあ、できればね、うん、いい思いというか、していただきたいなっていう気持ちは生まれますね。だって、いきなりこの2丁目の街とかね、で、まあ、いきなりそのうちらの、その暗闇みたいなところがあるんですけど、お金払ってエッチなお店とか、行くのも勇気がっていうところで、うん、マッサージだったら、うん、ね、マッサージ、ゲームマッサージ以外にはこう受けてる機会があると思うし、入り口としては。そうですね。はあ、なるほどね。はい、帰りはどんな感じで感想というか帰っていきはる人なんですか？なんか思ったよりちゃんとやってもらえるんだみたいな。うん、っていうことはその人は逆に言ったらもっとエッチの部分欲しかったっていう。わかりませんけれども。けど日頃の疲れも取れてて嬉しいよね。そうですね、はい、なるほど。北澤さんはついサービスしちゃう。そうですね、うん、やっぱりこう YouTube、うん、あのご覧になってくれた方とか、うん、あとはあのメッセージ欄のところにあのどこどこが辛いとか言って要望ある、あの、ある程度最初に書いていただいていくと、うん、いつも想像つくので、あのこういうコースやっていこうかなっていう、あ、頭の中で想像がつくので、うんうん、こう段取りを決めてサービスとかもいろいろとしたいなっていう風にですね。なるほどね。なんかあの YouTube ね、うちの声とか出ていただいてて、うん、結構地方とか行った時にもお客様がね、はい、来ていただいてるって聞いて嬉しいなと思って。そうですね、この間遠征で沖縄と広島に、うん、遠征で、はい、マッサージの仕事の遠征で行くんですか？そうですね、ちょっと旅行行って、まあ、旅行も兼ねてですね。兼ねてね、福島とか、うん、沖縄とかもちょっと行きたくて、宮島とか、うん、で広島のお客さんとかちょっとお会いしてみたいなっていう、うん、行ったらでご予約いただいて、ご予約いただいて、はあ、でそしたら結構やっぱり YouTube 見ましたっていうお客さん結構たくさん行って、お土産もいっぱいありがとうございました。え、どういうこと？え、その行った先の人たちがお土産くれんの？そうですね、結構よう来てくれたって言って、はい、あなたが持っていかないのね。僕も持ってきました。東京バナナを。あ、優しい、はい、もうバナナ、いろんなバナナ持っていって、あなた、はい、東京って言ったらやっぱバナナ北沢さんみたいな感じ。東京北沢バナナだと、はい、これからはちょっとあの、ね、非売品なんで北沢のバナナちょっとあげてね。あ、これ、あ、見えてないけどこれですね。ちょっとね、急に喋り始めましたね。面白い、ギア入ってきました。いや、面白いですよ。東京バナナをその場でお客様に加えさせるというとんでもない技術を持ってるんですね。いやー、すごいわね。
ていうのは嬉しい限りですよね。いろんな地方とか行ってね。その時は、はい、地方先とか行ったらお客様の何ご自宅とかホテル取ってくれるってこと？遠征の時は僕がホテルを取ってそこに来ていただく、はい、そこに来ていただく、あ、じゃあ負担もなくいいよ ね、 そうですね、お客様は。ああ、そういうことなんだ。私たちから出前って言ってもいいんですけど、うん、やっぱりあの地元ではないので、うん、迷って時間に間に合わないとかできないんで、できれば、まあ、来ていただくような形で。その方が早いよね、はい、僕と北澤君はそうやってますね。うん、本当にね、嬉しいね、けど徐々にこうやって広がってるっていうのはね、すごい嬉しかったですね。で、遠い方だとなんか長崎から3時間かけて長崎か、どこに会いに来てくださったんですか？広島でしょ。広島、広島に、しかもそれは結構あるよ。北澤さんに会いに来てくれただけ。なんでマッサージ、しかも悪天候だったんですよ、すごい、ちょっと嬉しい。僕もあのちょっとその前に広島遠征行ったんですけど、うん、やっぱ四国から来ていただいて。なんでみんな広島に行くんですか？たまたまです。たまたまです。サミット呼ばれちゃったんです。そうそうそう。あ、そうなの。サミットでね。やっぱりもう本当になんか腕を振るっちゃうというか、頑張ろうと思うよね、サービス。で、その後もなんか他のところからメッセージで、新潟来てください、富山来てください、あちこちからオファーがあって、もう どこを回ろうかなと思って引っ張りたくない。北沢、水戸、黄門みたいに全国外でしなきゃいけなくなります、今。すごい、結構大変ですね。いや、素晴らしい。いやー、けどこんなんやったらあれよね、これからももうマッサージね、気持ち込めてもちろんお二人やっていくと思うんですけども、やっぱ私がね、まあお客様だったらお二人とかプロの方にね、受け、やってもらおうと施術を思う前に、やっぱ、ね、この時期夏場はやっぱりね、匂いとか汗がもうめっちゃ気になる。そこ恥ずかしいなって絶対客側がやと思うと思う。うん、ほんでまあデオドラントとか持って行ってやるよ、汗拭きシートとか。けどそれも色結構匂いきついやつとかあったり、難しいじゃん、相性とか。ああいうのはどういう気持ちなの、本音言ってほしいと思う。いや、でもそれってやっぱ、うん、暑いさなかは致し方ないですよ、うん、まあそうそうやと思う、うん、はい、まあいずれしろ一緒に、まあ、シャワーありますからね、その後にね、はい、そう、あと夏個室結局裸になっちゃうんで、あんま寒くはできないんですよ。あ、そうなんや、はい、じゃあ寒くなっちゃうじゃないですか。ああ、そっかそっかそっか、冷え切ってしまうね、はい、体が、はい、まあ、僕抱きついちゃうんで、あのお客さんのぬくもりはそこでまあ感じていただければいいです。シャワー終わった施術中に抱きついたりってことです。いきなり汗だくでやめてくださいよ入った瞬間にね、え、それはこっちでえってなっちゃうから準備がいる。どのタイミングで抱き、いや、あのシャワー終わってマッサージしながら密着するんです。いきなり踏み込んできましたね、はい、すごい。それはどういったお客様だからそういったサービスをするんですか？みんなにです。おー、そうなの、素晴らしい、ね、別にあのどんなお客さんだからするしないとかはないですよ。ああ、そう、はい、ぶっちゃけ言ったらそのなんか来てくれるのはやっぱ嬉しいんで。うーん、はい、そうだよね、うん、じゃあ今日のテーマからするとやっぱり来て足運んでくださったりとかね、やっぱり時間を割いて来てくださる、その誠意が嬉しい、受け止めて余計にサービスしちゃうっていう点はやっぱり人としてあるよね。ありますよ、ね、あとやっぱり、ね、ものすごい人数いるんですよ、うん、マッサージやってる人って。あ、マッサージ師が、マッサージ師がめちゃくちゃいるんで、その中でやっぱ自分を選んできてくれるってことが本当嬉しいですよね。そうですね。それさ、私があなたたちの立場やったら、え、なんで僕だったんですかって、うん、そのネットとかで見て多分聞きたくなるんですよ、うん、聞いたことないですよ。あ、毎回聞きます。なんで、どういう意見が多いんですか？あ、僕の場合は結構ツイッターをまめに上げてるんで、いつもそのツイッターを楽しみにしていて会ってみたいと思ったとか、 あと、まあ、ちょっと鍛えてるんで、うん、あの筋肉どんなもんかちょっと生でね見てみたいとか、そういう感じの方が多いですかね。生の声聞けたら頑張ろうと思うし、ね、あ、思います。すごいモチベーションになるんで頑張ってます。あ、北澤さんはそうですね、資格が結構いっぱい持ってるのと、あ、そうだね、はい、うん、まあ、一般サロンで働いてるのと、あとツイッターをやっぱりこうまめに上げてたりとか、はい、なんか面白い、なんか会ってみたいみたいな感じで、はい、あの、いらっしゃってくれたりしますね。はあ、そうだね、はい、嬉しいね、いろいろ SNS ものからね、広がって。あとやっぱ YouTube 見て、なんかこう前から気になってたけどやっぱりちょっと行ってみたいみたいな感じで、はい、ちなみにたまたま同じ学校で勉強してたっていう、あ、マッサージ分かんないってあった。一応先輩です。あ、そうなんだ、すいません、カウント取られました。はい、ということで今回はちょっと、まあ、ゲイマッサージ師の
方々が、まあ、気持ち、ちょっと気持ちが入ってサービスしちゃうといったお客様のお話をさせていただきました。やっぱりいい人にはより良いものを届けたいっていうね、人間の精神で、足を運んでくれたお土産くれたりと、それやらない話じゃないけれども、やっぱ人として入り口って大事だよね、初対面の人。そうだよね、本当に皆さんお二人いい方なので、ぜひとも気軽にいろいろね、あの概要欄の方に皆さんのお二人のツイッターですか、ツイッターでいいかね、玄関口になってますんで、ツイッターの方を貼っておきますので、そこから興味ある方はアクセスしてお二人に会いに行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでございます。今回は、はい、このようなテーマでお話させていただきましたけど、いかがだったでしょうか。あ、もう結構僕何回も出てるんで、はい、本当こうやって見たって言って来ていただく方も多いので、まあ、今日も出させていただいてありがとうございます。いや、嬉しい、こちらこそありがとうございます。下田さんは本当そうですね、ゆうまさんと山本さんに本当いつも感謝しかありません。ありがとうございます。いい方、ありがとうございます。こちらこそ、はい、最後まで皆さんも、ね、ご覧いただきましてありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方をどうぞよろしくお願いいたします。じゃあお二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバーイ。